やいや、配信、配信、ね、ただいま、イデア班のスペースがやってたんですが、ちょっとね、この時間でも発表しておかないといけないなと思ったので、急遽始めてみました。送信、来ました。誰もね、誰も大丈夫です。アーカイブないのでね、もしイデア班の、ああ秋葉ちゃん、今イデア班のスペース中でした。秋葉ちゃん起きてる、夜更かししちゃダメだぞ。さちょっとね、もう、大会直前ということもあったので、またねこれ、あポンズさんこんばんはです、お疲れ様です、すいません遅くに、すいません、ありがとうございます。もう、神戸大阪、関西 2days 直前なので、ね、これとりあえず残しておけば YouTube のね、 YouTube ライブにもアップするし、あ YouTube にもアップできるし、まあ後々ね情報を見ていただければと思いますので、ちょっとね今の、短時間で、パパパッとやってしまおうかなと思っております。ね、あイエーイ、炊飯いた、炊飯、今イデア班の配信中ですよ。今日イデア班あれなの、マットプロレスだったのね。なんかそんなことを言ってイデア班の配信を聞きたいなと思ってたんだけれども、ちょっとね今日中に残さないと、まあね、私個人的に、明日からね急遽、明日明後日とちょっと北海道に行くことになりまして北海道に行ってまいりますっていうことで、そうすると次戻ってくるのはもう土曜日、神戸に向かっているぐらいになるので、ね、配信できるうちに配信してお伝えできることを伝えておこうと思って、今ね明日の荷造りの前に、始めてみようかなと思ってやった次第でございます。はい、6月15日、神戸リングソウル大会、6月16日大阪沖縄会館大会と、プロレスリングシークレットベース、関西 2days、 6月初夏の関西 2days を開催いたします。でこちらでね出場予定でしたリュート選手、リュートがですね、左膝の、内側靭帯損傷、前十字か前十字、靭帯、損傷と、あと左膝の半月板損傷と、重傷を負いまして、全治10ヶ月の診断が下されたためですね、欠場となってしまいましたというところからの、対戦カードを発表していた神戸大会、大阪大会のね、天候分の対戦カードを発表させていただこうかなというところでございます。あ、ポンスさん、そうなんです。まあ、急にっていうわけじゃないんですけれど、移動のね、もともと決まってはいたんですけど、移動の都合で、バッタバタな日程に急遽なったぐらいな感じなんですけれど、ね、清水家の田舎があります、浜中町の姉別という場所にね、ちょっと行きました。まあ、法事でございます。ね、法事でございます。もう、ね、何周期というようなね、何回期か、というようなね、清水家の法事があるということなので、そこにね、行ってくるわけでございます。はい、そんな感じでございます。あ、大島さんお疲れ様です。浜田子さん、花岡さんの誕生日を祝おうと思ったら日付が変わっていたカテゴリーから来ました、こんばんは。ね、みんな気持ちだけがあれば大丈夫ですはい、そう、そんな中ね、対戦カード、変更分の対戦カードを発表しようかなと思ったんですけれども、今日ね、おしゃれな街に行ったところ、おしゃれな方に差し入れをいただいたのでね、こんな時間に食うなよっていうタイミングですけど、明日から出発するんでね、今これね、パパッといただきながら、いただきながらパパッと配信をしようかなと思いました。では高級プリン、あ、中森さんお疲れ様です、こんばんはです。高級プリンなんでしょうか、俺からしたら超高級プリン、このね、マーローのプリンで、八海山、
八海山を使ったプリンっていうことで、これ清水さんにって言ってこう食べてくださいよって言ってこういただきましたね。なので明日ね、早朝、今から数時間後に家を出ないといけないのよ、これね。アルコール使用のプリンでございます。わーい、皆さんお疲れ様です。わーい、俺夜中に甘いもんをプリン食べてしまう大人だーい。あ、うまい。おお、なんだこれ、ポン酢、ポン酢、完全にポン酢です。完全に八海山入ってるこれ。あ、中森さんお疲れ様です。うわ、すげえ。そしてこの滑らかなプリンとめちゃめちゃ合いますね、これ。うわ、うま。結局今日もアルコール取ってるじゃねえかっていう感じです。うまい。いただき男子元継ぐちゃん、こんばんは。いただき男子元継ぐちゃんと呼ばれて光栄です。浜田子さん、こんばんはです。おいしそうですね。あ、中森さん、これ中森さん絶対ねハマると思いますよ。うまい。これか、あの八海山、本当に八海山ですね。絶対日本酒だこれ、すげえ。そしてまたこのプリンめちゃめちゃ合いますね。うまいです。中にプリン、すいませんね、これ寝ないでもう出発しようかな。はい、うわね、はい、発表します。はい、そうだから、そうなんです、準備しないと、荷造りしないと。イデアさんがね、イデア班が8月11日のね NPW の、告知を一生懸命されている配信入り込んでいたいのに、今ちょっと出発前にね、やらないとなと思って、今から発表します。はい。もうしどろもどろの中ですが、プリンガゼダじゃなかったです。はい、6月15日神戸リングソウル大会、プロレスリングシークレットベースの関西 2days、 6月15日神戸リングソウル大会の、変更分の対戦カードでございます。改めまして全対戦カード、試合順は当日発表でございます。まず、決まっている試合からでございます。神戸再再上陸記念バトルロイヤル、バトルロイヤルやるよ。そして、こちら清水元次、鈴木健介対フェリスト秋葉しおり、はい、シミケン対フェリバしおり、ね、シミケンタッグ、まさか、そうだね、先日この間の日曜日もシミケンタッグだったんでね、シミケンタッグで、フェリバしおりをねギッタンギッタンにしてやろうと思っております。さあ、そして、変更分の対戦カードとなります。まずは、アミーゴ鈴木対クレイジー J。 アミーゴ鈴木ね、謎の3ベイだったはずね、いい3ベイだったはずなんですが、アミーゴ鈴木対クレイジー J と、いう試合になりました。ということはです、こちらもう一つの試合の方が、川島真織、花岡、宇宙銀河戦士アンドロス組対吉田の隆起、マスクドポコチン、ノブ加世田でございます。はい、加世田信弘、改めノブ加世田が、こちら吉田のパートナー枠のね、吉田とポコチンと組むと吉田とポコチンと組む加世田、ノブ加世田、はい、こちらになりました。宇宙川島花岡対、吉田マスポコノブ、はい、こちらになりました。こちら全4試合、試合順は当日発表でございます。こちらリングソウル大会、大会チケット、絶賛発売中です。ご予約もね、事前のご予約も受けたまっておりますので、ぜひご利用くださいませ。そして、ツイキャスプレミア配信もね、こちら販売中でございますので、皆さんよろしくお願いいたします。ポコチンポコチン、浜田子さんありがとうございます。そして、こちら、6月16日のね、大阪沖縄会館大会ですね。こちらね、もう知ってる人は知っているであろう、
ね、この配信でね、ね、一番早く、お伝えしようかと思いましたが、実はね、秘密裏にこの情報を知ってた人がいまして一部もう表に出ておりますが、はい、こちらのね、カードが、決まりました。今日ね、急遽本当に参戦が決まった、チャールズ・クラウリー、イギリスの選手ですね、来日中のイギリスの選手が参戦決まりました。これは某プロモーターからのプッシュもありまして、ね、最初大阪大会も対戦カードも出た後なので難しいなっていうことを言ってたんですが、本当ね、劉東選手が欠場になってしまったのでね、ちょうど、プッシュされていたこの選手、もし、大阪にいるならば、来るならばっていうのも踏まえて決定したチャールズ・クラウリー選手、こちらの、カードが、もう変更分の対戦カードですね、ここで、発表すると、吉田紀之アミーゴ鈴木対ダイナミドチャールズ・クラウリーというタッグマッチになりました。こちらに関してはね、いくつか案をね、挙げてはいたんですけれど、できるだけ、まあ、発表したカードを崩したくないというところと、ね、そのままリュートの、欠場になったリュートのところに入れるカードなのか、さあ、それまでにね、また神戸のように2試合ぐらいね、入れ替えてやるかとも考えたんですけれども、ね、一番こちらが、やっぱりね、アミーゴ鈴木も多分しっくりくるであろう、しっくりくるであろう、我々もそうだと思うカードとなりました。ね、やはりね、知る人ぞ知る、シークレットベースを見てくれている人たちは知る人ぞ知る、アミーゴ鈴木というのはね、シークレットベースの、所属ではないよその子であるんですが、今までにね、シークレットベース結構外国人選手が参戦する機会がね、今までの旗揚げしてから今まで結構あるんですよ。その時にシークレットベースの番人としてね、立ち札買って、ね、玉砕していったのがアミーゴ鈴木でございます。あ、みふーちゃんこんばんはです、こんばんはです。アミーゴ鈴木、やはりね、いきなり今日未知の強豪が急遽やってくるとなったらアミーゴ鈴木しかいないだろうと。で、またなるほどね、未知の強豪がいきなりリュートの代わりに吉田チャールズ・クラウリー組っていうのもなんかまたね、なんかしっくりこないのかなっていうところもありまして、ね、なんならタイトルマッチでね、ね、2度か逃げ対戦している吉田とアミーゴが組んで、そしてね、ある意味外国人枠であり、どっちかといったら、チャールズ・クラウリーよりかコミュニケーション取りづらいダイナ・ミドーが、やはりね、ミドーチャールズ・クラウリー組の方がね、外国人枠として、しっくりくるんじゃないかなというところもありまして、このタッグマッチとなりました。吉田の龍騎アミーゴ鈴木対ダイナミドチャールズ・クラウリーと。で、こちらのカードね、一瞬じゃないですね、これもう一部ではもう実はね、表に出てたカードなんですよ、実は。ある意味ミドさんもか、いや、でしょ、その炊飯はやっぱそう思ったでしょ。なのでこれが一番しっくりくるかな。アミーゴもやはり、ね、ミドーさんとそこまで絡みないしとで、まあ、レスラーなんでね、試合はしたことあるけれど、ね、プライベートも含めてなかなかね、そんなミドーと心を通わしてないので、なんならがっちりタイトルをかけてね、戦っている吉田の方がまだタッグを組めるんじゃないかというところから、やっぱこのカードが一番ね、無難なんじゃないかなということで、このカードとなりました。なんならね、前日の神戸も、ノブ加世田が上に上がったというか、6人タッグマッチに上がったということでね、謎のスリーウェイから対クレイジー J という、ある意味また外国人枠、未知の強豪枠なので、
ね、アミーゴ鈴木にとっては、まあ、得意分野でもあるところかなと思います。そんな、感じで神戸2で、神戸大阪関西 2days の変更分の対戦カードというのを今、いち早く発表させていただきますので、この後ねリリースかけさせていただきますので、また改めて、オフィシャルサイトなど、見ていただければと思います。改めまして6月16日大阪沖縄会館大会の対戦カード、こちら試合順決まっております。第1試合宇宙銀河戦士アンドロススカイデジュニア組対イデアクレイジージェイ、第2試合秋葉しおり対メズホカゲ、第3試合、こちら変更カードでございます、吉田紀之アミーゴ鈴木対ダイナミドチャールズクラウディ、そしてセミファイナル、花岡エルファルコ鈴木健介組対土井成樹清水元次フェリスト組、そして、メインイベント、治安の悪いメインイベント、はい、こちら川島真織小山広政ノブ加世田組対ブラザーヤシジェイド小峰正弘、はい、シークレットベースならではの対戦カードでございます。あ、吉田の理由聞いた。対戦カードが決まりました。神戸の前日の神戸大会が、どうなりました？神戸大会がですね、バトルロイヤルです。それと、花岡真織宇宙対、吉田ポコチンノブ加世田です。はい。こちら、神戸大会です。試合順はね、未定です。第1試合からバトルロイヤルの可能性も大いにありです。あり得ます。そして、翌日、16日大阪沖縄会館、こちらの変更カード、吉田紀之アミーゴ鈴木組対、ダイナミドチャールズクラウリーです。はい、吉田紀之はね、大阪マット界のね、大阪の希望、夢と希望と言われているダイナミドの洗礼を受けてください。そして謎の未知の強豪チャールズクラウリーね、ぜひアミーゴとね、タイトルをかけて戦った仲なので、これ、ね、アミーゴ鈴木組じゃない、アミーゴ、吉田組の方がね、なんかしっくりくるんじゃないかと思います。ちょうど良かったんじゃないかなと思います。はい、あ、ダークスフレームさん、リングソウルありがとうございます。ダークフレームさんありがとうございます。こんな感じですかね。こんな感じです。はい。ね。ノブ加世田、私はそうね、ノブ加世田、実は、吉田紀之案だったというね、まさかしっくりとハマったんでしょうね、加世田に。ノブ加世田。最初はノブノブ力也だった説が濃厚なんですが、ね、自分でノブ加世田と言ってたんで、そちらが正解なのかなと思っております。はい、すいません、そんな感じでございます。そして、ね、改めてちょっとね、明日明後日も含めて配信できたらなんか直前なんでいろいろやっていきますが、まずね、明日ちょっと朝一で、北海道行きます。あ、吉田さん、俺ね北海道行くぜただ、姉別に行ってまいりますので、はい、でちょっとね清水家の田舎にちょっと行ってまいります。はい、なのでねちょっとなんかね、ね、この初夏の姉別の、あ、寒いっすかね北海道道東寒いっすかね。俺もうね、この T シャツとハーフパンツぐらいで行こうかなって思ってるんですけどね。ああ、竜との怪我大変ごめん。いや、それはねとんでもないです。ね、怪我はねつきものなので、ただね、本当想像を絶する重症なので、でここはじっくり治療してほしいなと、しっかり治療して、ね、でもなんか日本語がおかしいけどって何回も言うんだけれど、しっかりじっくりね焦らずに治療してほしいんだけれど、いち早くのね、復帰、シークレットベースのリングにまた上がってほしいなと思っておりますので、ぜひぜひ、ね、そうお伝えいただければと思います。タンクトップで大丈夫ですよ。吉田、よくよく考えたら、吉田紀之に聞いたところで、ね、参考にならないかもしれない。また、ね、そんな感じではございます。なので、吉田選手とは、入れ替わり、あさってか、金曜日か、吉田選手は、神戸に行って、明日北海道行きますけどね。そんな感じでございます。道東はまだ、アポンさん、本当ですか？
うわなんか軽く上羽織るもん入れてった方がいいっすか、うわ完全にワイシャツを入れたぐらいでそのまま行こうかなと思ってたのに、上着をちょっと入れた方がいいのかな、夜寒そうですもんね、まあ、夜出歩かないと思うんですけど、綺麗な星空を見よう。はい、ありがとうございます。そのわけですいません、1時過ぎてしまいました、遅くに、ありがとうございます。こちらね、ちょっと急ぎ足だったんですが、神戸大阪 2days の対戦カード、変更分の対戦カードを発表させていただきました。ぜひぜひ大会チケット、両大会とも絶賛発売中です。そして、両大会ともツイキャスプレミア配信を行っておりますので、ぜひとも皆様こちらでご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。そしたら準備に取り掛かりたいと思います。後ほど電話します。ね、電話じゃあ待ってます。はい。はい、わかりました。はい。そんなわけでして、はい、皆さんぜひね、まだ寝ない方は、イデア班配信スペースを聞いてください。清水さんをグーパンするぞって、シミケンタッグをね、侮るなよということで、はい。皆さん、よろしくお願いいたします。そんなわけで皆さんおやすみなさい。ちょっとね、このプリンがうまい。八海山、マーローの八海山プリン。八海山プリンっていう名前でいいのかな？すいません、これ、いただき物ですが、ちょっと感動。ね、自らこれね、なかなか買う機会のないプリンなので、ありがたくいただきたいと思います。ありがとうございます。そんなわけで、とりあえずはおやすみなさいませ。ありがとうございました。えい、ー、あー、フレームさんお疲れ様です。